はい、こんばんは、山城と申します。さあ、恵方巻き徹底調査、2024、第3回。今日は、ローソンさんをね、見ていこうと思います。ローソンさんをね、こんな感じ。両面にするんじゃなくて、表のところにね、2台看板って感じで、並べっていう形でね、作ってきてる。裏拍子とね、してる、ファミリーマートさんとか、とは、違う感じですけど、ただね、同じような感じで2つ落ちてきてる。新しい、チャレンジ系ね、やっとクラシックな感じやと、ちゃんと二つ並べてくるって形なんで、一本やりでいかないっていうのが、やはり特徴にはなってきてるのかなというのがございますね。では実際にね、去年のデータの、比較のところで、からね、ちらっとね、見ていこうかなと思います。さあ。まあ、お気づきだと思います。今、連続で撮ってますんでね、そのまんま。スプラボでドンと行きまして、これね、行きましたよということで、ローソンさん、去年のデータで行くと、大津三社さんの中では、一番高い設定があった1598円。で、恵方巻きが484ということで、ちょっと間だったんですけど、で、最低価格は430ということで、ちょっと、ローエンドのアイテムもない、少ないのかなという感じだったんですけど、実はね、幅がね、確か大きさ、太さが、太かったんですよね、ローソンさんは。そういうような感じの違いがあったと思うので、セット販売は比較的力を入れてるところがあったのかなというような感じの去年でしたね、のデータでございました。確か去年のやつをスパッと見てみると、確かね、そう、5センチなんですよね。他のところがセブンイレブンさんとかが 4.5 センチで、ファミリーマートさんが 4.7 センチ。で、ファミリーマートさんは恵方巻きを 4.5 センチに買いまして、他のね、この辺りの海鮮恵方巻きとか 4.7 だったんですけど、4.5 に買いましたよというところで2ミリ変わってきましたよと。いったところで、すごい、高次元のね、それが行われているわけでございますけど、今回ね、このあたり、果たして、どうなってきてるのかね、見ていきたいと思います。さあ、ということで、私やとね、今年のデータを見ていこうと思うんですけど、今年はこんな感じになりましたよということで、表にっていうのはどんとありましたけど、実はね、アイテム番号的には、動線アイテム番号的には、動線的には多分こっちの方が上なんですけど、一番は、恵方巻きを持ってきて、クラシックな恵方巻きに持ってきています。ということで、7つぐらいの恵方巻きが一番上に来ます。480円ということなんで、これが去年と比べると、恵方巻き、一緒の並びなんですよね。これは非常にわかりやすい。48でってことで、実はこれ、4円値上げかなと思ったんですけど、あれですね、よくよく見てみると、これ2013年が4円高いんですよ。で、今年は、4円安くってきた。おっと、これは、かなり来ましたね。ということでございますね。じゃあ、あれかな？ちっちゃくしたのかなと思ったんですけど、なんとね、ちゃんと5センチなんですね。おっと、ということでございます。そうですね。5.0 でね、ってるんで、やはり、ローソンさん、今回ですから、ついに、大手2社さんと比べると、これ、0.5 センチ、ですよね。5ミリ、変わってきてますよと。いうことは 10%。波形が 10% 大きくなるってことは、ご飯の量とかが、とかね、圧倒的に、良くなってきますからね。ということでございますね。ということなので、なんと値下げもしの、なんと大きさはそのままということで、いうことになってます。品目はじゃあどうなのかなというところなんですけど、焼き穴子、当て卵、きゅうり、おぼろ、かんぴょう、しいたけということなので、これも7種、そのままですよね。あと焼き卵は、変わったところで言うと、細かいところで行くと、なんだ？方巻きで、厚焼き卵、前回は厚焼き卵、高野豆腐、焼き穴子の順番だったのが、焼き穴子、厚焼き卵、高野豆腐っていう風には変わってますねっていうぐらいで。で、厚焼き卵の字が、字は一緒か。で、なんだっけ？きゅうりだ。きゅうりが、今年からひらがな表記に変わってるな。ぐらい、ですね。で、あとは、おぼろかんぴょうを聞いたということで、かんぴょうもひらがなに変えてますね、今年から。去年は、漢字で書いてあったけど、まあ、単純にこれは多分読みにくいからだと思います。若い方はちょっと読めない方もいるんじゃないかな、これ、きゅうりって、いうことですね。まあ、特に、漢字がね、最近は若い方だと、ね、外国
空から来てる方とかだと、ひらがなはね、読めるけど、ちょっと漢字はね、難しいなっていうところで、方もいらっしゃるというところで。まあ、特にこの、キュウリとかね、このあたりとかは、おぼろはね、もはや漢字、めちゃくちゃ難しいんですよね、おぼろって漢字。見たことあるかな？観光でやってるとね、見ることあるんですけど、おぼろ、おぼろとか言ったら、こいつなんですけど、こっちですね。今回の、この場合のおぼろは。これはね、ちょっと読みにくいよね、ということでございますよね。これはちょっとね、読みにくいからね、さすがにね、ということでございますね。戻して。ありましたけど、まあ、関係給料も読みにくいですからね、ということでございます、ね。ということで、なんと、すごい、これ、ほうまきカラー入ってますね。値段も下げて、大きさも変わらずということなんで、これはかなり、頑張りましたね。ローソン頑張ったなーっていうところですね。で、あります。で、さらに3本セットがあります。3本セットが1380円となってます。このあたりとかも一緒だったはず。そう、同時3本入りで、これが1380円。実はね、セット価格は、2円安いだけなんで、1本あたり 0.5 円。そうついた、2割3円から、368、0.6 円ぐらいか。0.66 円ぐらいかな。の値下げになってるんで、単品の方のあれなんですけど、多分これ、セット価格の、で、前はセットでここまで安くなりますよっていう、484×3。484×3 っていくつや？あ、また出しときますね。カタログ、出しときますんで、概要欄にね、貼ってありますね、それを。見てもらったらいいかな。あったら貼っときますね。484。去年は、3本買うと1452円だったんですよ。で、こっから、4312円引いたらいいですが、今回3本買うと1440円のところから1380円ということで、セットの合計料金は、あれですね、相対的なあれになってますけど、とはいえ、まあ、100円以上ね、お得になってますんで、まあ、ですから、セット、そのあれであれしたのところを、今回3品もちょっと値下げして、よりね、まあなかなか3本ね、まとめてくちゃ、一人暮らしだって3本食べるというと、ちょっとね、愚かないというところになってしまったりしますんで、そのあたりとかを考慮してのことでしょうということでございます、ね。これは頑張ったなぁ。今回ローソンがかなり期待できるんじゃないですかということでございます、ね。で、さらに、見ていくと3本入りだと今言いましたね。で、次が海鮮予報巻きが入ってきますと。で、海鮮予報巻き。下の方に行くんだな。が、1本 ?550 円ですね。税込み価格でやってるんでね。550円で。漬け幕のサーモンとか、アトランティックサーモン、厚焼き卵、キュウリという形なんです。これね、確かちょっと品目変わってたんじゃないかな。ローソンの予報巻きなんだっけ。予報巻きが安くなっていて、海鮮系は確か上がってるはず。前回が海鮮巻き505円ですから、45円ということで、海鮮が上がってません。まあ、どうしても、今、シーフード系が上がってるんで、それの影響はあるかなというところですね。で、品目で見てみると、厚焼き卵、漬けマクド、アトランティックサーモンだったのがサーモンの時に、アトランティックサーモンとサーモンたたくと両方入ってたのがアトランティックサーモンオンリーになってます。あ、じゃあサーモンたたきも入ってる。じゃなくて、前がサーモンたたき入ってなかったんだ。で、今回はサーモンたたきも入ってますよという形ですね。で、キュウリかエビ、カズノコってことで、カズノコがなくなってるか。というような感じのところが、違いとしてあるかなというところでございますね。エビもないか。エビとカズノコ、イカもなくしたのかな。っていう形で、サーモン、マグロの、まあ、いわゆる、オーソドックスな、形により、仕上げることによって、まあ、多分、原価、管理のところもあると思います。あとは、イカとかそういったのがいろいろ入っているというよりは、まあ、結構シンプルな感じの海鮮、といえばの感じを、
味わえるという感じかな。サーモンマグロですもんね。という感じに仕上げてきてますよという形ですね。これも3本入りがあって1550円ということで、本来だったら1650円になるところなんで100円安くなりますよということですね。で、あとはサラダ恵方巻きがあります。サラダ恵方巻きは450円という形で、入ってきてますよということでございます。で、ちなみに長さで行くと、恵方巻きは13センチで取ってあって、他は9センチで取ってるという形ですね。結構シンプルな形になっているというんじゃないかなと思いますけど、あれ三種の恵方巻きもそうなのか。あ、三種の恵方巻き用は、あれ、9センチになるんだ。普通の恵方巻きも、なるほどな。下のやつですけど。っていうのがあります。で、サラダ恵方巻きは450円ということで、これ去年と比べると、430円、20円値上げという形になってますね。で、専門的なカニ風味かまぼこ、つらいまいめざれ、厚焼きかまぼこ、きゅうりの、5品目というところだったんで、去年が、7品目ですね。これも減ってるな。カニ風味かまぼこが、キャズノッコとかエビとか粉材が減ってるのか。エビが多分上がってるからでしょうね。相当上がってますもんね、エビ天下。そのあたりとかで、そういう風な感じで、代わりにカニ風味かまぼこをちょっと多めにっていう形かな。コーンマヨネーズ材とかも入ってもらってるのも入ってるな。で、かつ、カツノコエビが減ってるのかな、といったところで、仕上げていきますよ、ということでございますね。で、最初の恵方巻きセットは1382円と、いうことで、あ、去年もそっか、去年も、ここはあれだったら9000円の出来てあったら、だからあれが書いてあるんでしょうね。ということでございます。この2枚とか3つが入ってますよ、とかですね。で、この次のところから、この、でっかく乗ってこっちの方に入ってきますという形でございますね。で、賛否両論さんの方が先に来てますね。賛否両論関数の、よく、味でも出てきましたね、賛否両論さん。ケーキのやつとかでも出てきてましたけど、関数の、銀だら西京焼きの恵方巻きということで、肉系ではないですね、銀だらの西京巻きということで、880円で仕上げてきてますよと。ということで、銀だらほぐし西京焼きと、西京味噌だれ、きんぴらこぼ、人参、甘酢あえに、味付け、油揚げと入ってるという感じで、比較的、お魚なんだけど、しっかりとボリューミーな感じで仕上げてるのかなというのが特徴的ですね。あんまり確かに、ボリューミーで行くなら肉みたいなところはあったりしますけど、それではなくていうところがちょっと面白いですね。西京焼きですもんね。で、次が、寿司ゆうさんかな、監修の、炙りホタテの海鮮恵方巻きということで、これはザ・海鮮って感じですね。さっきクラシックって言ったけど、どっちかというと、豪華海鮮な、方のジャンルの方でやってるのが。で、880円。これ、両人統一してきてるんですね。で、炙りホタテ、ゲマグロ、焼き穴子、かんぴょう、しいたけとかが入ってますよという形で。で、実は他にも肉もちゃんと入ってますね。肉おろし、小島監修の、黒毛和牛、筑前煮の恵方巻きっていうのもあってます。こっちの方がちょっと、実はお値段をね、はい、はいにしてあります。980円なんですね。で、あとで、牛肉の筑前煮、甘酢とかと、厚焼き卵きゅうりが入ってますよというようなやつと、あとはトラジ監修、焼肉トラジ監修の黒毛和牛焼肉の恵方巻きという形で入ってきてます。まあ、この辺りも、セブンイレブンの時にも言いましたけど、まあ、黒毛和牛ってなってるんで、その、国産か、輸入かはちょっとわかりません。最近は輸入の黒毛和牛もあるんでね、っていうところで。けど、まあ、黒毛和牛なんで、まあね、美味しさ的にはね、ちゃんと、あれ、で、書いてるでしょう、これ。味付け中焼けると、キムチ、ニンジン、ナムル、ほうれん草、ごま、あえてことなんで、コリアンプロコキみたいな感じで仕上げてきてるのかな、ということですね。だから、キンパみたいな感じですよね、どっちかというと、品目とか見てても。っていうような感じで仕上げてきて、で、品目というふうになってます。はい、結構。去年とは、どんな味が入ってきたかっていうと、去年は、この、フラグシップのところが、実はね、こんな感じで、結構ここがガッと変わってます。キングサーモンの恵方巻きと、ソラジ監修の、この、カルビ焼肉の恵方巻きがあって、これが1598円ということで、これをね、ハイエンドな感じでドーンと持ってきたんですよ。ですから、カルビ、焼肉の方に関しては、1598円から、ガラスと908円ってことで、かなり値段が下がってるんですね。まあ、物はだいぶ変わってますよ、これ、多分。黒毛和牛焼肉、カルビ焼肉だったんで、部位とかをちょっと変えてある感じかな。うん。ナムルキムチなんで。そうですね。で、大きさが13センチあったら多分9センチにしてるな。そうですね。さすがに、この手のやつで13センチ、でかいんで。さすがにそれもちょっと検査いただかないっていうところで9センチに変えて、かなり価格帯もギュッと抑えるような形で、
対応してるなというところですね。で、肉も2つバラエティで、ということで、全体的な違い、単純にバラエティの数は増えてますよ。8から10に増えてますからね。という形でございましたよ、と。いったところが即興になってるから、ということでございます。この、いわゆる、表を持ってくるやつを、かなり、お安くしてるっていうのが、かなり特徴かなというところでございますね。というところで、見ていくと、これをデータで、比較してみると、こんな感じになりますよ、ということでございます。ですから、最高価格が一気に変わりました。前は一番高いのを持ってたのがローソンだったのが、急にダントツ980円ってことで、ダントツハイエンドのやつでもありになってますよという感じで、なってます。で、下は450で、までにしてありますね、ということでございますね。で、アイテム数として10品目アイテムということで、アイテム数がどんどん増えてるな。で、今回、から見てみると、他のソフト社と比べると、かなり、アイテム数バラエティに、セットもね、3種類用意してあってっていうところが特徴的なので、あともうちょっと特徴としては、前回は確かこれが、10センチ未満の、やつが、ちょっと、10センチ未満とか、ハーフっていう扱いで掲載してたかな、ですけど、4品目だったのが、これが8ってことで、ちょっと大きさはちっちゃくしていく傾向にある。まあ、これは多分高齢化とか女性の、お客様向けのターゲットとかのことを考えたときに、やっぱ13センチ、まあまあボリュームがあるよ、ということでね。で、ボリュームが好きな人だったら、そもそも18センチあるスーパーマーケットの方に行ってしまうだろうというところとかも完備しての、ところかなというところでございますね。うん。まあ、そんな中でちゃんと恵方巻きがね、これ、値段が出てますけど、今回恵方巻きが出すから、圧倒的に価格差ついたんですよ。570円、537円、408円ってついてるんですけど、この中で一番ちゃんと大きいのは、なんと実はローソンだってことですよね。こっちが5センチ、5×13。で、セブンイレブンと、あれが、恵方巻きが、4.513 の 4.513 ですから。ということで、ローソンさんだと、一番でかくて一番安いと、予報では頑張ってきたね、ということですね。ですから、まあ、大津三社さんの中で、がっつり恵方巻きをしっかりと食べたいよ、お得に食いたいよ、だったらもう、これ回は、今回かなり価格がついたね。90円ついたもんね。で、しかもこれで一番大きいのがローソンということで、これは強いね。これちょっと今年はローソン恵方巻き強いじゃない？わかんないです。単純に、その分厚くなってるから、ご飯の比率が増えて、あれじゃないですか、具材のね、比率がどうのこうのとかまでは、その、実際的なその、実量とかというところは、もしかしたらそのちっちゃくしてある分、おかずの 量が増えてるの、ところがあったりするのかもしれませんけど、うん。ていうか、そうでないと成り立たないしね。この価格差はね、っていうところはあったりしますけど。だから、どっちにしろ、がっつりと、恵方巻きを、しっかりと、美味しくいただきたいなという時には、これは、かなりの総裁480円は大きいのかな、というところを感じるかな、というところでございました、ということです。ちなみに、28時の18時までってことなんですね。会議は予約しようと思ったら残業してて、間に合わなかったってことになりかねえます。ちょっとそこだけ気をつけてもらった方がいいのかなっていうぐらいでございますね。ということなので、今年ローソンさん、おっと、こうして見てみると、ちょっとローソンさん強そうかな、といった、ところが見えて、きますけど、かなり、お寿司自体に力を入れてる感じですね。ですから、他のバラエティのところが、ちょっと他のところと比べると、ちょっと品目、小さめにしてあるっていうところら辺のもかなり特徴かなという感じがしましたよというところでございますね。まあ、ということで、ミニストップ団がね、どれぐらい検討してくれるのかっていうのをしっかりと見ていきたいなと思っておりますよということで、この動画これぐらいで、ね、締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。